坂さん勘弁してください。しかしこのままでは私としても許可は出せないんだ。所長さんはいいっておっしゃってるんじゃないんですか。判断するのは私だ。まあ素人の考えたことだと思って聞き流してください。お願いします。例えばね、警官は誰かを追っているというのはどうだろう。泥棒でも何でもいいんだ。追いかけてたまたまそこに出くわした。くっついていた二人は慌てて離れる。どうか。いいかもしれない。警官お願いできますか。私が。僕は寛一とお宮をやりますから。ちょっと待ちなさい。警官のセリフを。何言ってんだ。本職じゃないですか。急に言われても。寛一とお宮が向かい合っている。寛一さん。お宮さん。そこへ出てくる警官をお願いします。お、本。私は客席見て。お、本。私は警官の大原である。そして待てって。死んだように眠ることができるのだ。本当に大丈夫なんですね。心配だ。副作用はないんですか。動物実験もやった。動物実験。そうだ。カエルと犬と猿に試してみたが安心しなさい。カエルも犬もちゃんと生き返ったよ。それなら安心だわ。猿はどうしたんですか。猿は。猿は死んだ。人間に一番近いのは死んでるじゃないですか。猿又すっげ。あなたにだけはお話ししておきます。これは戦いなんです。僕の戦い。ええ。どういうことでしょう。僕にはわからないんです。国がやっていることが。どうして笑わせることがいけないんですか。どうして庶民の娯楽を国は奪おうとするのか。椿さん、そんな話はあなたの口から聞きたくはなかった。ちょっと待ってください。残念です。私たちは台本作りに夢中になるあまり互いの立場を忘れていたようだ。危険分子として直ちに拘束することだってできる。ただしここは公明正大に。この本のままでは上演許可は出せませんね。ああもう一つ重要な変更を伝えるのを忘れていました。それは確かにこの本は喜劇としては文句のつけようがない本です。しかしこの時期に心から笑える芝居など不謹慎この上ない。待ってください。一切の笑える箇所を取り除いてください。一箇所でも読んで笑える場所があった場合は上演許可は出せません。